はい。さあ、今週もいろんな話題があってということですが、これもまあ身近な話題で気になった方も随分いらっしゃると思います。はい。えっと、まず最初のこの方のお便りはと言いますと、あ、動物基礎天ぷらさんですけどもね。 全国学力テストの結果が公表されまして、愛知県で小学生の国語の応用問題の平均が全国最下位となるなど、この地方の小学生の相対的な学力の低下が目立ったということが話題になりました。また、スマホの長時間、使用時間が長いほど成績が低い傾向が出たとも言われています。僕の長男が高校に進んだ7年前は学校から電子辞書を持たせてくださいと言われ、夫婦でそういう時代なんだねと、 言っていました、うん、だからスマホ云々 iPod でインターネット云んはあまり関係がないように思います。また国語力に関しては例えば「水分補給を取ってください」など正しい日本語が使われていない大人も多くそれを指摘すると「上げ足を取る」などと言われます。大人がが使う日本語も乱れれてていてそれが子供に 反映されているという考え方が、えー、見解としては正しい感じがしますが、いかがでしょう。変な言い回しをするなよという人は CBC にもいないことはないですけれども <laughs>、という。<laughs> あね、気をつけないといけません。本当ですかね。はい、はい。で、こういう成績は、 新聞にも載ってましたけれども、はい、スマホをこう長いこといじっていることに関してそう成績が悪,悪いというような、まあ、統計も出たというようなニュースが、うん、一緒に出ましなんか悪者になってるスマホですけれども、はい、トんぼの気持ちさんから頂い,いておりますまあしかし iPod でネットとは気が付きませんでしたねとうちの子にはスマホを与えてません <laughs> まだ禁としいます,すという子も。はい iPod の、まあ、いわゆる昔でいうウォークマンのようなね、はい、ああいうものが実は、もうそんなんスマホと同じことができますよね音楽聴くツールとして与えたのであって、うん、そんな連絡用のスマホのような、うん、携帯電話のようなものとは全く別物と思っていたい。外部とはつながってませんよという単体のものですよと思いました。 w i f i ルーターの設定で登録した機器しか接続できないようにしておいて、iPod は登録しなければ、不要意にネットにつながることは防げますという、まあ、先回りの意見ですよね、うん、しかしこれ知らない人なんかは、だからちょっとコンビニ行けばですね、Fi、流れてます自分のところで整えた環境の w i f i だったら、いろいろそういうことも制限もできますもね、はいはい、だからこう喫茶店とか行ったりとかね、ちょこっとしたとこ行ったりとか、か最近はね、w i f i 使えますという所い,いあるもんねましてや、この間、うん、ある人が言ってました。 東京がオリンピック誘致するということは大変いいことですが、東京は東京でもっと国際的な都市になってほしいと、はい、w i f i の普及率と、まあ、この方一緒に言ってましたが、例えばもうレストランでの喫煙とか、うん、ああいうのなことは本当に日本というのは、国際社会から遅れてますからという、タバコ飲む人はちょっとこっち置いといたとしても、はい、w i f i なんか、諸外国なんか、どこ行っても街中、うん、はい ここでできるここでできないじゃなくてどこでもできるというできるような形になってるらしい、うん、そういうふうにするのはまあ便利でしょうがさっきの話が出てきますよね、うん、iPod というようなものを与えてうちの子はまあそれは関係ないでしょと思ったらこっからガン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 スマホと同じようなことができますよと。 えー、とはいえ子供が外に持って行ったら無料で使える Wi-Fi スポットに不要意に接してしまったらセキュリティ的にも危ない。この人ネットの危険性などもよく教えと子供と話し合ってルールを守って守ら,ら,守らせるのは最善かもわかりません。でもきっとなんとか買いくぐってネットに繋ごうとするでしょうし、そんな興味から将来そちらの方向に進むなんてこともあるかもわかりませんね。お蝶々夫人さん、iPod とガラケーを使っている娘はガラケー代金の327円 のみで安上がりです。ライムツイッターもアイポットでやってます。うんうん、ネット環境が、ね。はい、うん。助かる。これがスマホだと六千円ぐらいかかる。スマホのね。経費がね。これはまあ今経費を問題にしてますから。うん、まあそれによって動向というのはまあちょっと置いといたとしても。うん、あの、もし親が子供に向かって、そういうものは、うん、お母ちゃんこれ買って。そんなものは経費むちゃくちゃ隠れないか。 この人の例で言えば、まあ、ガラケーが与えられなかったとしたら、iPod、うん、買うだけで、ただでそれはなんとかできてしまうと。そうつないでということに関してはね、ガラケーを持たせたときにも327円という経費やから。はい なお前贅沢言ういいな月々327円やけどもというような話を言われた時にどうやは返すか <laughs>、はい、えか子さんから頂い,いております私が愛用している携帯用音楽プレイヤーはカセットテープの再生しかできませんメールやらそんな <laughs> カセットレコーダーのことかな <laughs> 昔のウォークマンです、うん、昔のね、はい、初期の頃のウォークマンはカセットでしたカチャンっていうやつねカチャンっていうやつパカッ 開いて入れてガチャンっていうやつね東芝はウォーキーなんで俺は昔のこと知ってるあなた知ってる私は知ってますよ東芝ウォーキー東芝のキャンギャルもしたことがありますあ、そういうことはい。か東芝ウォーキーはい。ステレオはオーレックスはい。その頃のテレビはバズーカでしたよし。知ってますねはいということでこの人はそういうカセットしか あの再生できないそういう携帯用音楽プレーヤーです、はい、もう覚醒の感がありますね、うん、こういう<で>今の今の iPod とか今のスマホにカセットを再生する設備をつけたら売れるやろうかパカッてまずねカセットの厚みがない。<laughs> <laughs> 大きさもない多少分厚くなりましたそれでも東芝の動き知ってますか採用<い>の本だったらカセットよりも小さくなりましただから本体よりカセットが飛び出してましたはい、うん でなんか、買うときは小さいなと思うけど、結局稼ってたぞ。<laughs> 結構大きくなるやん。そうなんですよ。そんな話がありました。はい、そういう風うでもいいじゃないですか。小さいやつにガチャってって、はい、ほとんどはみ出るという。<laughs> そういうようなものがニーズがあるかどうかわかりませんが、と。ねえ、こういうのもまだ、現在進行形でやっぱりあるわけ。同時進行であるわけですもんね。はい、それから、いろんなタレントさんよりも、坪井さんに会いたいさん。ありがとうございます。スマホを使う時間が長いと、学歴、学力がというような、そんな話ですけれども、ちょっと 聞いてください。 我が息子たちの小学校の先生、授業中にわからないことがあったらスマホで調べるそうです。それもうちの子供に聞いたわけでなく、お友達のお母さんから聞きました。我が息子に聞くと、そうだよ。何々先生はいつもスマホを持ち歩いてるし、部活の時も触ってるし、授業中電話にも平気に出るし、調べ物はスマホだよ <laughs> と得意げに答えてました。<laughs> <ら>子供たちはそれをよからぬことと思ってません。私が怒ってるとなんでという感じです。スマホが子供に悪影響とか言ってますが、うちは小学校の先生がそうなんで、スマホが悪い は全く思っていなかったからこそ問題だと思います。ということで、まあこれもいろいろあるでしょうが、今運転手さんがね。うん、勤務中に運行中に。 スマホメールやってたいのがあったりとかあのここが難しいんですよね、うん、あの今、スマホとか、うん、iPad みたいなのを導入して授業してる学校って増えていて、うん、でそういうものを使って調べたならっていう授業も、正式な授業としてちゃんとこう広がってるんですけど、電話、うん、<laughs> に出ちゃうっていうところ、だから、その先生として授業として使ってるのと、うん、プライベートで使うっていうのが、ちょっとやっぱスマホ関係って、ごっちゃごちゃになるので。それからあの、うん、病院内でももちゃんと、はい、あの今はもう 普通の携帯でも OK となりましたが、はい、昔はね、うんあの、電波影響ないような携帯の電波を使って、先生を緊急的に呼び出すと、うん、どこに行っても先生すぐ来てくださいとかいうことで、ちゃんとつながってる、学校内もひょっとしたら、そういうふうになんか緊急なことがあるように常に持っていなさいと。 うん、いうようよななことだからその授業4年間、学校生活の,その学校の中での,あの一環として使う分にはツールとして使う分にはこれからやっぱりありなのかな、だから授業中にやっぱり調べ物みたいなものを、さっとす先生も急に聞かれて生徒に困ってね、時に調べたりする、うん、私たちもええー、と思いますけど、うん、これからの時代だったら、まあそれはあるのかなと思うとけれども、やっぱりプライベートの電話に出るみたいなものであれば、ちょっとそれはさすがに違う、ね、だろうと思いますしね。 私たちでも本当にスマホとかなんかで調べ物はものすごい役立ちますし、うん、ちょっと度忘れして、子どもたちにこれを教えたいんだけどっていう時にパッと調べて、パッとやれば授業にも役立つことでもありますし、うん、そこのところはちょっと細かくこの先生を見てみると分かりま先、ねね、の,のお金の話じゃないですけど、そんなところにパッと LINE かなんかで、なんかピッてメッセージが来たら、つい見ちゃうみたいな誘惑があるので、うんはい、なかなかその持ち込むっていうのは難しいですね。うん これ、要約して読みますけども、e d さんは、私はなおちゃんに賛成、私は勉強嫌いで成績も悪かったですが、大人になってから資格試験にしてもパソコンを駆使して、ミキシーで試験情報を得て結果が出ましたということで、あの、すごくそういうもので、あの、自分のいろんな知識とか、情報とかというので役に立って、自分をこう、いわゆるね、スキルアップすることができましたというお便り。おじいのおズボンさんはね、やっぱりね、あの、スマホとかなんかが、 パソコンとかインターネットを使うようになって、あの、確実にね、あの、頭がね、悪くなってきました、という、あの、以前 NHK クローズアップ現代の若年性健忘症にかかる人が増えて、そのテーマのことで IT 機械などの便利なものに、 頼りすぎていると脳のある部分の機能が低下する恐れがあるという専門家の意見がそこでは紹介されていたと確かに僕もそうかと思いますね例えば家の電話番号とかなんかって昔は知ってて友達の電話番号ぐらい10人ぐらいは確実頭に入ってました、うん、覚えてた覚えてた今そんなあの連絡先の宅のて電話携帯 あの番号書いてください。ちょ、はい、ちょっと待ってくださいって、ゼロを押して、あうちの番号はこれやったって、こないだ自分の番号も、ちょっと覚えてないなこと普通ないよ。昔は。道なんかも覚えなくなりましたね。はい、もうカーナビとか、そういうなんかネットで調べたりして、はいはい、もそのまま行けばいいみたいなので、うん、あんま覚えなくなっそういうことはなくなりましたけれども、うん あの例えばね、うん、こちらの大吉青年さんから頂い,いておりますけれどもああのまあ、この人のちょっと後にご紹介。えーポッ テチラーメンさんですがあの学力とといいうううのはどういうことかもう記憶力のテストをするだけの試験では頭の良し悪しを決める時代ではなくなったでしょう。知識は頭に詰めなくてもネットで検索すればすぐ引き出せるので、もっと違った方法で頭の良さを試験した方がいいと思います。例えば、絵が上手に描けるとか、楽器が上手に弾けるとか、手先が器用、友達と家族がうまくコミュニケーションできるとか、そういうのが必要だと、この人は言ってます。うん、そしてもう一人の方は、えー、トムの気持ちさんですけども、私、大学 の工学部でとある教授が言言ってていた言葉をよく覚えています君たちはこの複雑な公式を暗記する必要はない、どんな時にこの公式を使うかと、図書館のどのとと、うん、ということとそれか図書館のどのど棚にどの本がこの公式が載っているかを、それを覚えなさいと、工学部にとって公式はあくまでも作りのための道具ですから、必要な時に必要な道具をすぐ出して、 来られればそれで良いということなんでしょう。それこそがまさにネット時代の人間に求められる能力だと思います。情報を収集、ええ、取捨選択し、真意を確かめ。必要な時に必要な情報を得る能力を身につけることこそが。今後は大事になってくるということです。えー、まあ、要約すると。これ、僕もそうなんで、自分の自己弁護になりますけども。はい、私の頭の中は空っぽです。うん、空っぽですが。このことについては、どこにこの。 情報があるかということに関しては、私は結構、自信がある、うん、あこれが分からへんけど、パパパ,パ、と、あほら、これやったというふうに検索して、ここにこの情報がある、ですから、少し前からあの学校にパソコン試験の時に持ち込んでもいいというのが増えた、うんうん、それはなぜかといったら、この教授が言ってるように、この答えを書きなさい、それはどんなことで調べてもいい。うん、あなたがその答えに到達することは 覚えていようが、検索しようが、そこにその情報まで到達して、この情報を、答えを書くことができれば、それでいいんだということで、うん、あの試験中にパソコン持ち込み OK というような授業も大変増えて、はいね、あの知識とこの知識を組み合わせて、新しい一つの知識を導き出す、うん、それがまた人間やね、うん、そういう能力のほうがあって、はい、これだ、これだって、だから最近、あの、ねうん 年号を覚えなくなりましたね、歴史でも。歴史の年号をね。あんまり。はい、うん。僕らはそれ、一生懸命覚えさせられました。はい、そんなのすぐ調べれば分かりますし、この年号よりこの年が、あ上下、前後するならば、これがあったから、こういうふうに歴史が動いていったんか、のことの方が大事かも分かりませんしね。うんうん、はい。まあ、学力低下とスマホの問題、パソコンがどういうふうに我々の脳に影響してるのかというようなこと <laughs> ね、まあ。ね、でも上手に使わないと、ねはいいろいろの体力をご紹介しました。はい